許せねえよ。ちょっとおしっこ行ってくるまで待ってくれない？ここで待っててくれない？ん？あのここでどっちできるでしょう。今？ん？今だけならね。ね、厳しくなる？ちょっと待ってて、俺買ってくるわ。うん、ね、うん。ちょっとみんな待ってて。ダッシュね。ちょっと待ってて、光学レンズ買ってくるわ。ダッシュね。ダッシュで。なんかえ、行かないの？ん？一緒に行かないの？どこに？皆さんと。携帯行かない。やっといてよ。あ、そう。引く？あの顔見て。バカみたい。レンズ買いに行ったよ。何してんだよ。早く行きなさいよ。危ねえだろ。痛っ。はい、お疲れ様です。後ろにはいないんだよ。もう渡っちゃった。帰りね。帰り配信するね。テロップ？テロップ何になってんの？団結力。はい、こんにちは。お疲れ様です。今のシンクロまで、もうさ、もう私もう、ミントちゃんありがとう。キュウコさんもありがとう。本当にナナゴさんありがとう。そう、駐車禁止ゾーンなのこれ。マジで？停車は平気でしょ？ほんと、タイヤ材も。今ね、新宿。ブロックさんこありがとうございます。しばかないで。携帯勝手に見たことについて。ゼロワンさんが養分さんの携帯。勝手に見たの？危険運転してバカ笑い？うん、バカ。お疲れ様です。もうタイヤいつからパンクしたんだろう。なんか思いっきり釘が刺さってた。二人して気持ち悪い？ごめんね。駐停車禁止ゾーン。駐停車禁止はバッテンじゃなかった？おお、10倍。ごめんね。今ゼロワンさん広角レンズ買いに行ってる。ゆうかさんのやつが何？そう、釘わかんない。なんかやられたような気もする。すんごい綺麗に刺さって貫通してた。もうつらい。首つけたまま行ったよ。10倍すごいよね。やったでいい。韓国行かないんじゃないかな。どうなんだろうね。横からだったら、横じゃない、避けてんのは横だった。スタンドだったから高かったよね。ゼロワンさん嫌われてるから。全然惨めと思わないよ。別に使われてるとかって思ってないし。名古屋ね、強化したん帰るって言ってた。わかんなぁ。ツイッター父出したり、チーチしたりとか書いてた。いえいえ、もうさ、リスナーさんのこと書くのやめよう。うん、韓国わかんない、行かないみたいだよ。タイヤ代くれないよ。もうしょうがないよ、こればっかりは。事故になる前に、ね、
スタンド屋さんが気がついてくれてよかったって思わなきゃ。俺の仕業だと？うわ、こら。前の車のナンバーよく見てるわね。なんでコメント消すの？消さなくていいじゃん。今ね、ゼロワンさんね、広角レンズ買いに行ってんの待ってる。おやさんいらっしゃい。ぼち配信別に面白いと思うけどね。うん、新さんそうやってね、ナンバーかかんない。あ、作業ね、ごめん。そう、な、マジで空気やられた。もう本当にやだ。TTK 君っていうね、リスナーさんがいてね、そう、TTK さんが来るってのは TTK、TTK ってみんなでコメントをずっとね、流してたの前に。落ち込んだふりしてたら、本当に落ち込んでんだってば。おばさん好き、ありがとう。本当にへこんだわ。6万いくらだっけ？6万2千円ぐらい。はぁ、評判悪い？なんで泥棒なの？なんで泥棒になっちゃうの？スタンド高いよね。そう、コメントでね、みんなで TTK ってしてたの。かそってきた？オワコン？ねえ、もうさ、ほんと、もうちょっとさ、なんかさ、タイヤ屋さんまでちょっと耐えたかったな。いやー、でもさ、もう気がついちゃったら、1本じゃない、4本で6万2千円。ほんとは7万いくらとかっつうの、なんか負けてどうのこうのとかさ、けど。うん、もうそういう問題じゃないの。お前、豚でババアだから他にすることないんだろ、ダッサ。はい。ごめんね、ゼロワンさん今いないから、もうちょっとしたら帰ってくっかんね。改造してたから区切られた時はもうね、へこむよね。相手はリッキーだろ。何の相手？私じゃ役不足なの分かってるよ。しつこいね、ナンバー。前の車のナンバー映ってないじゃん、今。ねえ、スタンドでやっちゃったから高かったね。ああ、もうかなりへこんだわ。ゼロワンさんの原因。もうやだ、もう。年齢非公開。うん、一本だけだけど、もうね、もう古かった、タイヤが。なんか結構亀裂みたいなのとかあったから、全部取っ替えた方がいいねって。ID 盗んでないよ、私の携帯だよ。ゼロリスになりかけたけど、ひまわりさんっていう配信者さんがいんの？30人閲覧に戻る？うるさいもん、うむ、嘘だ。10万振り込んでくれ。かかってこいよって。ちょっとね、私が相手じゃないんで、ちょっとゼロワンさん来たら伝えておきます。ゼロワンさんがやったの？はい、ババアだよ。そう、楽しませてます。いや、でもほらね、投げてくださる方がいるからね。はーい、かかってこいってね、伝えとくね。そうそうそう、走ってる時じゃなくてさ。ゼロニャンです。ハゲニャンって言わないで、もう本当に気にしてるんだから。ゼロさん今ね、広角レンズ買いに行ってトイレ行って戻ってくるから、もうちょっとで来ると思うよ。ありがとう、32号さん。アンチからの嫌がらせ。ねえ、ズロンさん面白いよね。クロイさん、ありがとう。ハゲてるよ。じゃあもうほんと、薬の副作用で髪の毛抜けまくり？釘刺さらなくても、もうほんとさ、違う、アンチっていうか、なんか同居人だった人の仕業な気がしてきて、なんか腹立ってきてんだよ、私今。はい、アキルナさんのリスナーさんね。名指しでディスってないですよ。そのらさん、騙されないで。こら、154号やめときなさい。あい、タロちゃんいらっしゃい。よよよよ
155号さん今度飲みに行く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 、もう疲れちゃった私引っ越ししてて。うーんとはアンチなの、タロちゃんタロちゃんアンチになっちゃったのね。もうな、聞いたことあったけど、ゼロワンのことはごめんなさい、別個にいたんです。そう、じわじわ来る面白さがあるでしょ、これずっと見てとね、なんか笑っちゃうんだよ。未成年にカード使わせたとかってディスってたの。嘘つくなって、私話聞き、私はほとんどゼロワンさんの話聞いてないんだよねうん、一人でずっと配信してたよ。私はね、両膝悪くて、あと橋本病の薬飲み出してからなんかね、髪の毛がね細くなっちゃった。歌舞伎で何やか知らない。私だってもう帰るもん、アイテムじゃないって爆投げし募集してた。うん、何の話。アキトさんの連れ子とか帰ってきた、帰ってきた、全然ダーマ。鍵開けてっとこにガタガタやったら開かないじゃん。切れてんだよ。アキトルナさんが、うん、何、私のありがとう。何アキトルナさん、なんだっけ、かかってこいよって。そんなこと言ってんの。知らない、なんか伝言来た。皆さんバカにされてますよ。名指しでディスるのやめてくださいって。名指しでディスってないじゃん。子供がなんとかとか言ったの。しっかり聞いてるじゃねえかよ。やめてくださいって、ごめんなさいして。な、ごめんなさい、はい、でもね、そんなこと悪口言われたくないんだったら配信者やめたらいいじゃん。なあ、みんなそう思わない？言われてなんぼみたいな世界なんだよ。うん、そんな綺麗な配信できません僕が。言いたいことは言わせてもらいます、申し訳ないけど。だって思うんだもん、だってね、餌に消えるような人になんで投げるのかな、不思議でたまんないよ。あーバカに、どうせかかってこいって俺が勝てるわけないと思ってるんでしょ。捨てていいのこれ。まあムカつくわ、バカにされて。ゴミ、うん、光学レンズを手に入れた。よっしょ。じゃあさてと、胸キュンどこにいるの、見てみ。何を。胸キュン誰する。ああ、もうアイロン取れちゃった、どうするの。どこにいるの、分かんない。いや、ツイキャスだよ胸キュン。そうなの、知らないんだもんその人。今日めっちゃ切れる、機嫌悪いよね。誰、あなた。うん、切れてないよ。切れてないっすか。今の切れてないっすよ。誰ですか。キャスなのね。うわ、ひめなちゃんが来た。何、ひめなちゃん綺麗なの。順位戦ってるけど。で、どの人なんですか。自分が思ったこと言っただけだよ俺は。なんかダメだったねえ。胸キュンで検索すればいいの。ひめなちゃん、なんでそんなひどいこと言うのねえ。リスナーの悪口言ってないけど、いいでしょ配信者なんだから。配信してないよ。やってない。じゃあダメだわかんない。じゃあここにいるよ。ここにはいられません、外暑いしね。ここには泊まってられません。どうしようかな、もうまた暇だよ。ああ、またパッカーになって
アイロンが取れちゃったな。移動しますよ。じゃあ降りるわ。はい、うん、ゼロニャン、はい、こっち見てごらん。何？短い間だったけどね、引っ越しでなんかバタバタして、はい、忙しいみたいだけど、はい、町は落ち着いたら、はい、